のびつアーどうも皆さんこんばんは東横名人です、えー、本日も4月傍日、えー、東京某所我が家にお届けしておりますお相手は私東横名人と今日も長野からズームでこの方です、えー、こんばんは坂本です なんかあの、プロ野球を見ていると、岡田監督って、語彙力ないんですかね。うん、うん。昔からね。そらそうよ。とか、これ、あれ、みたいな。それで、なんとなく采配して、それなりに勝ったりしてるから、やっぱりいい監督なんですかね。うん、何かにつけて最後に、おーんとか言ってるからね。本当におーんって言うんですか <laughs> いや、なんでしょ <laughs> 新聞にもそう書いてあるし。<laughs> いや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 、あれは、 あれは2チャンネルとかで、猛虎弁みたいな感じで、オン、うん、って。うん、でも、ヤフーのその野球のあの記事にも最後にオーンって、その生音が聞きたいんやけど、うん、あのテレビとかのインタビューでオーンって言ってないやん。本当に言ってるのあれ、あれ、あの、フライデーとかの番,番長日記とかと変わんないんじゃないですか、あれって。オーワイヤー。オーワイヤーって言ってるわけないやん。いや、だからその、生音が聞きたいんで、うん、だって、イントネーションが分からへんやん。 まあ、喋り方はなんとなく岡田監督のやつよ。あの子がかなぁみたいな。こんな感じだよなん。みたいな。煽ってる言い方のおんなんか、おんって言ってんのか。おん。ようかその、おんにも意味が何種類もあるかもしれんし。うん。あれですね。うん。ほんまですねっていうのと、ほんまですねっていうのと、ほんまですねっていうのと、いろいろあるっていうですね。うん。あの世界ね。 うん、でも、とりあえずは買ってるみたいやから。うん。うん。いいんじゃないおん<ー>。おん。ということで、おメールをいただいております。うん、えー、サッシャシ主任、こんにちはさん <laughs>。です。えー、題名、オリックスについて。いつも楽しい配信ありがとうございます。この夏に家族4人で中野県から大阪に遊びに行こうと計画しています。で、ご相談なんですが、オリックスァンの坂本さん。京セラドームにオリックス対楽天の野球観,観戦に行こうと計画しています。 東方、京セラドーム、いや、野球観戦が初めてなので、オリックス戦の楽しみ方、京セラドームの楽しみ方など教えてもらえれば嬉しいです。8月のチケットは7月1日、10時より発売ということなのは調べました。よろしくお願い申し上げますということで、えー、こんにちはさんからいただきましたけども、このこんにちはさんって長野県に住まれているってことは坂本さんですかいや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 , <laughs> いや,いや違うこれ作り,作りメールを送ってんのかなって一瞬思ったんですが、長野県にもリスナーがいたんですね。うん、嬉しいですね。 聞いてもらってますか長野、うん、県民の方。サラダ軍艦が好きな人。軍艦の人。と聞いてくれてるんですね。ちょっと嬉しいですね、地元。そうですね。うん、で、しかも長野県から、オリックスを見に行くっていうのがね、うん。まあ、最近ファンになられたのかもしれないですけどね。どうなんでしょうね。うん、うん。そうなんですよ。まあでも、家族4人で。まあ、まず一番の問題は、 はい。大阪までの移動手段でしょうね。そうなんですよ。長野とか山梨とかって、大阪からはすごい行きにくいとこなんですよね。飛行機が飛んでないから、まず。うん、まあ、夏の間は松本から飛んでるんですけど、最近とまあ、あれ言ってたけど、結局どうなったんですか夏場だけなんですか夏場だけですね。一応飛んでるんだ。うん。うんただ、その家族4人になると、こう、カスタムじゃないですか。うん、まあ、車で行った方がやっぱりいいかなっていうのも。そう。 まあもちろんね、あの、その、長野って言うてもその広いから、うん、長野市にいるのか、松本市にいるのか、飯田市にいるのかで全然違うんですけど。飯田だったら名古屋まで出て行きゃどうなのって感じなんですよね。そう。飯田だったらもう本当にそういう、うん。もう車で行ってもいいですよ。でも飯田は飯田でね、うん、ものすごく車以外で長名古屋に行けないところなんですよ。<laughs> 電車がないから。うん 電車あるんですよ。飯田線っていうね。今日駅がいっぱい集まった電車があって、豊橋には行けるけど、名古屋、名古屋には行けない。難しいなだから結局その中心、南心、松本とか飯田とかの人たちが、その、大阪に行くとなると、一旦塩尻とかまで行って、そこから、信濃とかで、名古屋まで行って。はいはいはい。で、名古屋に行って、新幹線かアーバンライナーで大阪に入ると。なるほど。大きなお世話かもしれないですよ。それわかっとんねえ、みたいな。そう。だから 結局その、スタートが電車なのか、もちろんバスの直通で大阪に行くのか、車によって、現地での行動範囲が変わるじゃないですか。ああ、そうか。まずそこを教えてもらわないとねってことなんですよね。<laughs> まあまあ、教えてもらわないとってことおそらく車だと思うんですけど。おそらく。うん、うん。で、まあ僕の場合はね、ほぼ車で行くので、うんうん、でしかもほら、やっぱり一応節約しようっていうのはちょっとどこかにあって、高速の割引が効く夜中に出るじゃないですか。かはいはいはい。 夜中に出ると、大阪って微妙に遠くもないので、うん、例えば夜中12時とか2時とかに出ると、うん、ゆっくりゆっくり休みながら行っても朝6時とかね、着いちゃうわけですよ。あ、そんなんできるんだ。うん、5、6時間で。お<ー>夜は空いてるから。うん、そうするとね、大阪って夜朝6時とか7時って、うん 行くとこないねん。1> 男一人とかだったら、あの、サウナとかに行くとかっていうのはありですけどね。ま男一人やったら別にね。どこでもいいけど。どこでもいいんですけど。家族で朝6時に、大阪の街にボーンと掘り出された時に、どこに行ったらいいかって想像つかないですね、確かに。なんかゴミとかなんかそこら辺がなんか汚れた千日前とか行きたくないでしょうん。なんか一気にイメージ悪くなりそうですからね。そうでしょうん。あと梅田行ったら、 どこも空いてないじゃん。今回の目的地は京セラドームなんで。はい。京セラドームにはイオンがついてるんですけど。はいはいはい。10時ぐらいじゃないですか。うん。開くのがね。駐車場は多少早めに開くんですけど、なんせイオンが開いてないんで、うん。あんまり早めに行っても意味がないんですよね。あ、わかった。じゃあスパワールドに行きましょうよ。加速で。潰れたスパワールドまだあるいや、やってる、やってる。世界大温泉。でも10時に開いてないか。八時とかだからね、まあ、そこら辺、まあ、余計なおそうなんですけど、うん。 いつ着くかによってちょっと、まあ、分かれてるんですけど。親切ですね、坂本先生。そう。あの、また車で、車で行くと、京セラどう思って、あの、得意日っていうの得意日あの、野球やってる日とか、あの、コンサートやってる日は、イオンの駐車場めっちゃ高いんですよ。釣り上げるんですね、イオンがね。そう。 普段1000円か2000円ぐらいで止められるのに、うん、その日何時間か止めたら5000円とかね。まあまあそこはもう旅行料金だからもう確保してくださいって言うしかないですけどねそう。まあ、だからもちろんあの一番いいのはその、大阪行った時にあの泊まってるホテルに車を止めて、そこから移動する。まあそれか安そうなエリアに行くか。うん、そう。大阪、うん、あの、大阪ドーム、京セラドームの周り、ちょっと500メートルぐらい歩くと駐車場いっぱいあるんですよ。うん、うんうんうん。1>, 1日最高1000円とか。うん なんかそういうところに泊めていただいてもいいんですけど、まあ、もうホテルに入れてもらっても、とにかくあの、京セラドームって、僕が勝手に思ってるだけですけど、日本で一番交通の便のいいスタジアムなんで。本当周りに駅何個あると思ってんのえっと、大正岩崎橋。うん。だけ南波にも出れるし。南波も行けるんですかそんなに簡単に。行けますよ。歩いて。い<や>歩いても行け歩いても行けます。歩いても行けます。で、電車に乗っても行けます。うん。 とにかく環状線でも行けるし、うん、地下鉄でも行けます。確かにね。あのー、本当にね、まあ、駅で言うところ、まあ、もちろんあの、阪神・南波線が、まず通ってるじゃないですか。そうか、阪神・南波線ってできたんだ。そう。僕行っちゃってるから分かんないや。阪神・南波線が通ってるのと、うん、奈良から神戸まで繋がってるんですもんね。そう。近鉄線っしたら、うん。南波にもすぐ出れるし。本当だ。じゃあ本当最強だ。うん、で、あの、もちろんあの、メトロの鶴見緑地線が通ってるんでね。うんうんうん。 あの、地下鉄も行けるし、うん、で、JR の大衆駅も行けるので、うんうん、あの、その3つの延長線上にあるどこのホテルでも、京セラドームにはすぐ行けるんですよ。そうですよねうん、うん。交通手段3つあるんで。んなん僕が好きだったのは、結構あの、西区町の方とか、小野花の方にホテル通ったりとかすると、そこのホテルに泊めて、京セラドームに環状線か。うん、ちょっと待って、ちょっと待って。 おかしくないかなんであなたは大阪に住まいがあるんじゃないんですか坂本さんは。あるよ。あるけど止まるんだ。あの、車を止めるのにね。ああ、うん、うん、うん。おお、なるほどね。車庫がないんですよ。ああ。大阪には。あ、そういうことか。はいはいはい。あの、借りてたんで、大阪でも。うーん。あの、駐車場ね。うん。それがないので。あ、その駐車場。で、あの、共生がどんどん近くに駐車場。 はい、駐車場が空いてればいいんですけど、うんうん、空いてないじゃないですか、大体。朝一に7時に行って入れてしまえば大丈夫なんですけど、だい、うん、もお昼過ぎぐらいにいっぱいになるので、うん、でそう考えると、まあ、例えばあの、さっ言ったように、阪神・名場線の西区城とか千鳥橋とか、電報とか。電<報> <laughs> はいはいはい。あのあたりの駐車場に入れて、阪神・名場線で移動する。 うん。これ大事ですよね、<あ>意外とね。車で来た場合はね。そうですね。だから東京ドームだか、本当に迷いますよ、僕。だって、お台場に坂本さん、車止めようかって言ってましたもんね、この前。そう。あれどうしたんですか結局僕はあの、亀、あの、亀戸とかあの辺の駐車場借りたらとかって、あれ、ジャニーズを見に行くために、長野から皆さんで来られたんですよね。うん、その時に、どこに車を止めたらいいのか問題っていうのを僕に、 言われたんで、東京ドームの筋で行くと、あの、総武線のどっかの駅まで行きゃいいんじゃないかっていう話してたんですよ。禁止症とか。で、結局のところ、うん、あの、東京の場合は僕一番慣れてるのが池袋なんで、うん、池袋に。タイムスとかに止めたわけですね。タイムスとかに。止めました。はいはいはい。はいで。大阪の場合はね、東京ほどね、そんなとんでもない値段の駐車場ってそんなにないんで、うん、梅田とか難波でない限りは。うんうん、だから、あの、京サラドームの前ぐるぐる回ってたら、まあ、 あの、歩いて行ける範囲の中に駐車場はあると思います。うん。もちろん、あの、イオンにもね、京セラドームにも駐車場はあるんですけど、なるほど。だから、そこ、そこら辺で、あの、結構、あの、探していただければ。大事ですね、でもね、足をどこに置くのかっていうところはね。そう、だから、結局、その、ホテルがどこにあるか、その後どこに行きたいのかとか、いろんな迷うところがね、うん。あるんで、おそらくね、その、8月の、うん、その試合に行って、あの、 楽天戦であれば、おそらく8月1日、2日、3日と楽天戦があるんですけど、うん、全部18時、夜の夕方6時スタートなんですはいはいはい。で、6時スタートで、まあ今の野球って大体3時間は言にかかるんで、うん、終わってドームから出ると10時なんですよね。その後でご飯をどうやって食べるのかとか。そう、もうイオンがね、そろそろ閉まろうかっていう話なんで、うんうん、だからその,その後のご飯とかも考えると、ちょっとその車をどこに置くのか。 結構この作戦が難しいですね。まあ、あの、球場内の中にそのスタジアム弁当的な、美味しいものもいっぱいあるんで、うん、全然食べていただいていいんですけどね。うん、マクドナルドがなくなったんじゃなかったっけ、えー、確か。まあ、マクドナルド結構閉店行っとき多くなりましたからね。まあ、あの、京セラドームにその行き方というか、それとあの、終わってからのその行動範囲。京セラドームであの、もう大阪のほぼほぼね、 真ん中というか。そうですね。真ん中っちゃ真ん中ですね。うん。便利なとこにあって、もうユニバーサルスタジオであろうと、どこ梅田であろうと、南波であろうと、どこにでも足を伸ばせるような場所にあるんで、うん、大阪の観光のその中に組み込むには非常にいいものだとは思うんですけど、うん。まあ、ぜひやっぱりオリックスファンを私からしてみればね、うん、あの、できるだけ楽しんで帰っていただきたいじゃないですか。うん,う,んうん。で、僕の、 あくまで想像ですよ。想像ですけど、はい、中島監督ってやっぱりあの、相性を結構考える監督なんで、うん、おそらくこの3連戦に出てくるピッチャーは田島と山下やと思うんですよね。うん、3連戦の2つはどっかで。そう。うん、山下と田島、この2人はもう間違いないと思うんですよ。うん、その2人に当たる,当たると、山下なら7割、うん、田島なら6割ぐらい勝つと思う。うんあ あとの3人目はちょっと不安なんですけど。<laughs> まあでも結構ね、夏ぐらいになったらね、多少なりともよほどのことがない限り、打撃の方もそこそこ打てるようにはなってると思うんで、うんうん、あのー、その勝敗も5割超えてると思うので、うん、昔のオリックスみたいに10回って1回しか勝たれへんかったとか、うん、そういうことはないと思うんですよね。うん、ですのでぜひ、あのー、タオルを買っていただいてですね、はいはい、バファローズのその試合を見て、 もらと、あの、よく、応援するときにみんなタオルを広げたり、うん、閉じたり、く、うん、るくる回したり、うん、タオルダンスをやってると思うんですよね。だ、うん、から、ああいうのをぜひ、あの、ちょっと、経験して、てね、うん。うん、あの、経験してもらったら楽しいんじゃないかなと。あとはね、まあ、夏休みなんで、おそらく、外野の五階席開放してると思うんですけど、うん、これ俺、一回行ったら分かると思うんですけど、ほぼほぼ何も見えないですよ。<laughs> 見えない。 見えないですね。<ー>もうその、本当に米粒みたいな、ピッチャーが何かやってる。うんうん、で、あのー、これは京セラドームの、あの、本当に一番ダメなとこなんですけど、うん、ガイ外野が見えないです。ダメじゃないですか。<laughs> いや、だから昔からダメやって言われてるじゃないですか。<laughs> すごい外野の壁が高くて、うん、で、しかもあのー、四角にラな,、ね、なんで。だ、うん、から、下の方が見えないんですよ。うん、だから、あのー、例えばライトが、 下がってきたら、うん、もう見えないですよ、四角で。球 <laughs> 昔からそう言われて <laughs> なんかあくまでだから外野っていうのは応援団の居場所なんで、しかも下段ね、応援団がいるのは、5階席とかじゃなくて、なんかそこは本当にあの応援団の雰囲気を楽しみたいんであれば、外野席の,あの下の段の方に行くのがいいと思うんですけど、うん、そうじゃないんであれば、 僕は内野席のの方がいいいかなっていうちゃんと見るんやったら内野の方がいいんでしょうね、今時はね。そう。おそらく、なにわ男子のジロ郎君は内野のネットに近い方の年間予約席を取ってると思うんですよね。あひょ、えっとしたら、藤原君に会える可能性も。なきにしもあ,もあらず。うらず。うん。大事ですよ、ここ。うん。そう。まあ、あの夏休みで忙しいから、多分無理に <laughs> 来ないと思うけど。<laughs> で、であの、うんイオン、イオンから、この橋を渡ると、まあ、まあ、イオンの隣がすぐ京セラドームなんで、 イオンから連絡の、連絡橋っていうのがあるんですけど、うん、連絡橋を渡ると、ま、正面、真、うん、正面が京セラドームで、うん、で、その真正面入ったところにあの、オフィシャルショップというか、京、うん、京セラップがあるんで、まあ、そこであの、あらかじめタオルなり、僕みたいなあの、車の後ろにバファロースってでっかくステッカーを貼るなり、いろんなものが売ってるんで、なるほど、ね。オフィシャルショップに行っていただいてお土産も。うん、いやー、僕大阪ドームって、近鉄側の、 北川が逆転サヨナラ満塁ホームランを打った年の日本シリーズに行た打が抜けてますたよ、打が。大打、うん。ダダ逆転サヨナラ満塁ホームラン。ダダ逆転満塁ホームラン。ランーーランの、あの年の日本シリーズに行って以来行ってないんですよ。まだあの、ゴーヒロミの店ってあったんでしたっけないやろ。ないやろ、ソルデソンとかってなんかあの、レストラン、板飯や あの、上の方に、一曲、うん、京セラドームってどっかで見ると、丸いゆで卵の周りにチューブついてるんですけど、ね、うねうねした。あの、マヨネーズでこうトッピングしたみたいな感じね。うん、そうそうそう。あの、うねうねしたチューブの中には入ってたんじゃないの確かそうなの外、外じゃなかったかな、うん、いや、だからもう全然。じゃなかったと思う。全然イオンってあったっけみたいな話なんですよ。だから、うねうねした中に店がいっぱいあったんですよ、うん、昔はね。うん、ね、もともとあの、東京セラドームの屋根も、 ライブの時は下がるみたいなね、仕様やったんですけど。言ってましたね。なんか下がるっ。木小して。そう、もう故障して直してないですよね。なんか大阪ってそんな多いよね。<laughs> なんかあの、フリーホールができるビルみたいなあったじゃないですか、南に。はい。はいはいはいあれもなくなったよね。うん。なんかそんなんばっかりじゃないですか、大阪って。一日ってそんな作ってくるくせに、みたいな。<laughs> センタービル、スカイビル、センタービル、あの、二つのビルをくっつけて真ん中つなぎましたみたいな。そうそうそう。あれは残ってるよ、まだ。あれは残ってるよね。うん。うん。あれはね、あの、一ビッ作ったら、うん。世界的に偉い評価されて。意外とね。意外と。あれ、ま、あある意味、あの、ブルジュ・ファリワーと同じぐらい、なんか、あの、ドバイの、船がビルの上に乗っかってるみたいなと同じぐらい、いいものだと思いますけど、今思うと世界的に見ても、火災の時に隣のビルに逃げられるっていう、 ああ、確かに。すごい、安全性の高いビルなんですよね、ねう,うん。うん。後付けやけどね。後付けやけどね、多分。それだけなんですけど。大阪でビルって言うと、あれと、うん、それからあの、西村にある高速道路がビルの真ん中通ってるあだけだけで,ですね。あれもぜひ見ていただきたいですね。うそ,うそ,うその二つぐらいですからね。うん、まあ、今やったら大阪行きかな、あの、でかい屋根の。うん。うん。まあでも、僕らすら知らないんですけど、もうその、 昔の大阪梅田貨物駅。うん、まあ、あの、北側。あれの再開発というか開発具合がすごくて。すごいです。僕最近行ってまた、もう、大都会すぎて、わけがわからなかったですよ。そう。僕らが大好きだったあの、バンバヒロムさんが、あの、本当に大好きやって言ってた梅田貨物駅のあの、壮大な屋根が。<laughs> あれが全部なくなってて。そうですね。ものすごい場所になってる。しかも今は、その、うん、まあ、京セラドームから、はか、ちょっと離れてるんですけど、角間に。うん ララポートと、三井アウトレットパークが同時に開店して、うん、なんかあの、松下潰したんでしたっけ松下の、そうですよね。うん。うん、あれも、すごくないですか角もとも元々イオンモールがあるんですよ。うん。大に。そこにアウトレ三井アウトレットパークとララポートを作るっていうのが。もう、どこ行っても同じ感じやから、全然ありがたみないと思いますけどね。まあね。あ<ー>でもまあ、あそこ行ったら一日、 遊べるっちゃ遊べると思いますよ。そうですよね。うん。まあ、言うても、そら、あなた方は、どこ行っても一緒やっていうよのは、うん、東京列に出るからそんなこと言えるだけであって。いや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 みんなみんな飽きてると思いますよ、実際。いや、それ長野の県民の前で言えるか、それ。パルコってまだあるのいや、パルコもうすぐ潰れんねん。やっぱりうん。<laughs> <laughs> <laughs> そうか。そもそも、そもそもやな、<laughs> うんうん、三井アウトレットパークとララポートが長野県中にないじゃん、ほとんど。うん。 そうね。長野の人からしたらそうですよね。うん。ほら。だから、うん。それが3つ同時に楽しめる場所ですよ、角間,角間。遠いけど、うん。うん。遠いけど。けど京セラからかなり遠いけど。遠いけど。でも、その遠いっていうのも、東京とか大阪の人は遠いって思ってるかもわからんけど、うん。長野の人からそんなもん、え、何なんかちょっとカッパ寿司に行く感覚みたいな。おそらく京セラドームと角間の間って、うん。 30キロも離れてないでしょあれでも鶴見緑地線で一歩できるんじゃなかったでしたっけうん。ということは、長野と松本の距離より短いですよ、全然。多分ね。心理的距離になったらもっと近いからね。<laughs> 長野と松本の心理的距離って言ったら、なんかもう本当にあの、ロシアと日本ぐらい離れてるから。あれ、ビンズルなんとかってあの、松本の人が盗んだとか、<laughs> 長野の人が盗んだとか、<laughs> その話題はいいんですよね。そう、あの、ビンズの ぞうっていうのが、盗まれたんやけど、その、松本のがその、犯人が捕まったんが松本やったんですよ、うん。やっぱり、<の>みたいな。そう。で、それで長野市の人たちが、松本のやつ、うん、やつが盗ませたみたいな。うん、もうなんかこう、僕全然関係ない大阪の人間ですけど、うん、長野、長野市のやつとは一生仲良くできへんわって思いましたもんね。<laughs> その疑うから。 うん。<laughs> <laughs> いや、本当にね。でも、そうな、そんな言われるんちゃうかって思いましたもん、最初。松本で捕まったって時。ほれ、やっぱり。そう。あれ、逆やったら、うん、やっぱりね、同じこと言うかもしんないですよ。うん。うん。なんか、松本城の大事なものが、うん 長野市で見つかったとかなったら。<laughs> はい。まあ、ちょっと本題から忘れちゃった。申し訳ないですけど。あとは、球場飯って、うん、これ全然、さま、うん、実際に、今時の、その球場行って、なんか食うって、経験ありますなんか並んでて食えないみたいなんてありませんかねなんかみんな同じ、まあ、時間に行くじゃないですか、やっぱりね。うんうん、だから、なかなかその、あれなんですけど。これやろうと思ったら、お父さんがもうまとめて買ってきて、あの、2回ぐらい、うん、 一、二イニングぐらい見れないぐらいの覚悟で行けばいいんですよね。そう。うん。まあ僕はいつもね、うん、ホットドッグ、食べてますよ。トドッね。うん。うん。でかいんですよ。いてまえドッグってやつね。もうほぼほぼそれですね。なるほど。まあ、ホットドッグは早いんでしょうね、多分ね、オペレーションも。うん、多分そうやと思いますね。うん。そう。まあもちろんね、隣にイオンがあるから、うん、<の>イオンでお弁当買っていや、カン、カン、カンとかはあの持ち込み禁止やったと思うんですけど、うん。 まあ、買っていくのもありじゃないですか。うん。いや、まあ本当にね、外野席取るとね、うん、狭いんで、うん。真ん中のに座ったら抜けれないですよ。<laughs> いいとこなし。トイレ行くのも一苦労。だからね、本当にね、うん、あのー、一昔前の、うん。あまりあのー、人に優しくない球場というの いや、でも、東京、大阪ドームって、だいぶ後で作られた球場の割には、古き良き球場なんですよね、うん。あれ、やっぱり作った時の、その、いろんな、しがらみというか,か。経済性っていうか、これだけ、客、客入れないと採算が、みたいなこと言ってたんやろうな、おそらく。多分ね。うん。だから、あの広さで、3万5千ぐらいやって良よかったと思うんですよ。言う、言うとね。うん。うん。多分、今あれ、5万は無理としても、4万5千ぐらい入れるでしょ、あれ。うん。 あれはちょっときついですね。いやー、よくないな、やっぱりな、そう考えると。うん、だから、本当にね、正直言わしていただくと、うん、明治の、近鉄板の明治の前で言うのはあれですけど、うん、僕は、やっぱ神戸の方が、行って良かった感はあると思います。うん、あ,あ、そうですね。優としてはね。ボールパークって言われるぐらいですから。うん、そうグリーン。昔のグリーンスタジアムね。今のホットモットね。うんうん、でもし、もし残ってるんだったら藤井寺。 藤井寺はね、大らかでしたよ、本当に。そう。んか本当にね、野球を見に行くっていうことだけを考えたら。いいんですよ、カップヌードルで、球場の飯なんて。うん。マジで。美味しいもん。藤井寺球場で食べたし、カップヌードルシーフードとか。美味しいよね。最高でしたよ。あれ、家で食うシーフードってほんまにうまくないのに。日清球場で食うとんであんな美味しいのか。美味しいんでしょうね、本当に。十分ですよ、本当に。 本当にね、あの、球場としてはね、ちょっと一昔前の、その、本当にあの、今のエスコンとか、ああいうのに比べると、ちょっとあれなんですけど。エスコンも良くないって伊集院光言ってましたよ。あ、そうなの見れないって。あとは、あの、フライがあんまり取れなくなるとか、競り出してるから。うん。うん。ただまあそこはね、あの、やっぱりあくまで野球を見に行くところなんで。そうですね。結局野球選手に魅力があるかどうかじゃないですか。うん。 それだけを考えると、やっぱりね、今のオリックスって見る価値がありますよ。まあね。と、まあさっき言ったように、うん、その、もし山下が出てきたら、うん、もうこれは間違いなく3年後のエースなので、うん、もうその球を見るだけで価値がありますし、もちろん宮城くんとか山崎とか歌川とか、WBC 組、もちろん山本由伸やったらもうそれは最高ですけど、うん、まあそこらのピッチャーのその球を見るのもいいですし、まあ三塁側しか席が空いてなかったら、 三塁側から、胸君の守備を見るのもいいですし。うん。うん。あの、今のオリックスさん、あの、見るべき選手がたくさんいるんで、あの、あの、初めて行っても全然満足して帰れると思いますよ。いいですね。僕、ほんま20年ぐらい前かな。行ってクデソン見て帰ってくるだけみたいな。クデソン懐かしいな,な。<laughs> その、暗黒時代のそのブリースタジオも応援してた <laughs> 自分からすると、今はもうね、毎回毎回楽しみですからね。うんそうですね。でも今若,若い選手で、しかも男前ばっかりなんで、んあの、女の子多いんですよ、京セラ。ああ、そうなんだ。そう。だからぜひ、本当に、まあ、 あのね、家族4人で行くんで、なかなかそのタオルも4枚とか買えないと思いますけど、もしあの余裕があるんだったらタオル4枚買って、うん、ユニフォームも買って、うんうん、あの、応援していただけると嬉しいなって。いや、でも本当嬉しいですね。長野からまた大阪に来ていただくっていうのはね、僕らの逆パターンなんで。そう。ね、うん、あの帰りあの、まあ、多分家族は疲れて車の中で寝てると思いますので、お父さん、うん、あの、エナのサービスエリアあたりで。<laughs> エナね。<laughs> はいはい。うん ゆっくり休んでいただいて、うん,うん。うん。あの、焼肉丼ぶりとかを食べながら、<laughs> 頑張ってエナトンネルを越えて、事故らないように、長野まで帰、<laughs> そう、長野まで帰っていただけたらなと。そうですね。うん。意外とね、まあ、もちろん、あの、5時間、6時間で作っていっても、運転する人からすると、きついよ。間に名古屋があるってしんどいんですよね。<ー>長い年、小牧から、養老まで、うん、車いっぱいで、 で、そっからね、滋賀に入るじゃないですか。うん、また滋賀が長いねん。うん、なかなか京都行かへんのですよ。ぜひ、あの、この放送を、そんな変なこと言ってないと思うんで、うん。ご家族で車の中で、どっかのタイミングで聞いていただけたらなと思いますよね <laughs> そあ。もうすぐ今、<laughs> あの、養老を越えて、ま、うん、前原入ってないんだったら、もうすぐタガの SA があるんで。はいはい。うん。 タガのサービスエリアで降りていただいて、確か温泉あるんだよな、ね、ああ、そう、それで一旦時間調整するっていうのもありかもしれないですよね。まあ、やっぱり長野からその大阪行く間の僕が夜サービスエリアってやっぱりエナとタガ、うん、その二つは鉄板ですよね。うん、まあ温泉あるんやったらそこで本当時間調整するのがなんか賢いような気がするな。あと、 ま、僕は、いつもあの、大阪の帰りにお土産は、5 5五五一なんで、あの、五五一を。あの、チルドで買いたいんやったらもう新大阪の駅に行くしかないんですけど。あれね、気ぃけながらダメですけど、チルドでも並びますからね。そう、しし駅ってあ<れ>るでしょ、あれ。あれ、最近、嫁さんに、土産買って帰ってくれって言われたら、うん、なんか結構終電の間際になってしまって買えなかったっていうのもありますから。あ、ほほと並んでるんですよあれろうと。<laughs> そう。うん まあ、普通のね、お店も結構あちこちにあるんで。生ん。生に一番ね、うん。そう。だから、それねあの、まあ、あの、例えば、えっ、ー、と、西梅田の方とか。うん。うん。厚生年金病院の前にも確かあったと思うんやけど。<laughs> <laughs> <laughs> 俺がいつも買ってるとこね。なるほど。あの、そういうとこで買っていただいて、あとは、あの、帰り、あの、まあ、もし昼間やったら、あの、桂のサービスエリア。うん。京都のね。はいはいはい。あそこで大体、あの、大阪と京都のお土産両方買えるので。ギリリ そう。あそこで八つ橋を大量に買って、うん。で、あの、長野に持って帰って、うん。で、次の日食堂に置いとくっていう。あ、ご自由にお食べください。そう坂本さんの会社だけやと思うけどな。金曜日からお休みいただいてありがとうございました。え、知り合い子の人知り合いけど。ま、そんな感じでお土産は、僕は大体あの、あつらのサービスエリアが、ま、余裕があるんやったら、もちろんあの、千日前、ど頓森。そうですね。 ね、通天閣の下のあの、お土産あたりを、うんうん、あの、行っていただいて、ホルモンうどんでも焼き鳥でも、あの、串カツでも食べていただければいいと思いますけど。いやなんか聞いてるだけで楽しいですね、本当にね。まだ言ってもやっぱり何がいいってね、うん、全部頑張ったら歩ける範囲にあるっていうね。そうですよ。うん。コンパクトですからね。本当にコンパクトなんで。うん。うん。あの、ちょっと東京行くとダさマけたっていうぐらい遠い時ありますからね。いや、あるある。確かに。うん。 これ2時間ぐらいかかるや、みたいな。はは <laughs> 本当にもう京セラドームも,もナンバーも、それからあの、弁天町も、海遊館も USJ も。うん。多分30分あったら全部移動できるんで。そうですね。確かに。うん、はい。あの、ぜひ、あの、夏の大阪は本当に蒸し暑いと思うんで、シャツの替えだけは、い,い,い,いっぱい用意して。っていっぱい行った方がいいかなと思います。いうとこに長野から行くと多分ね、バテると思うんですけど。そうですね。うん。 ということで、さっさしん、こんにちは。さん、長野からのおにちゃさん、ですが、ありがとうございました。はい、はい、ご堪能、はい、ください。はい、おやすみなさい。さよなら。さよなら。